ありがとうございます。ああ、いい高級なもの。肌荒れせんかった？全然全然。あ、ほんま。うん、わしが、はい、半身が荒れるんよ。荒れるいうかな、最近荒れとんよ、ここなんていうか。あの、白癬菌でな、まあ、いわゆる陰菌タムシじゃ、ジョックイッチじゃ、もうな、陰菌タムシで痒いんじゃ、はい、ほいで、あのシャン、あのボディーソープ、抜かりゃか。で、あ、そうよ、いつかな、なんじゃったかな、いつかあの話をしたが、女性は日本酒の酒蔵に入れなんだいう、うん、あれはな、まあ酵母菌が全員持ってるわけじゃねえんだけど、まあいわゆる常在白癬菌だろ、あの感じだよってな、うん、だからまあみんな持ってるわけだよ、あの子供でも大人でもな、バージンでもあのやりちんでもやりまんでもな、あの白癬菌は持ってるわけ、わしでも持っとるわけ。わしはかなり活発な最近な、白癬菌がな、かかなわんのかゆてな。で、まあ、女の人の場合は、まあ、感じだになるから、酵母白癬菌がな、活発になった時にな、別に、あの、性行為でうつるわけじゃないらしいから、まあ、それで味が変わる言うて、信じ込まれとったいう話をいつか言うたが、昔。聞きました。なあ、あれでな、まあ、女の人がぬか床をかき混ぜたら美味しい漬物ができるいうのも女の人の酵母でぬかがなええ感じに味が整ういうな、そういう説もあるんよ。じゃけど、まあ、わしぬ今な普通の石鹸使うよ、牛乳石鹸、うん、あの固形の、うん、はい、でな、あのボディーソープ、米ぬかソープ、米ぬかボディーソープじゃが、うん、で、ぬかじゃが、あれな、あほいで、あれで洗ってちゃんとの洗い流さってちょっと付着しとって、ほいで、白癬菌が風呂入った時に、ね、熱でな、活発になって、ほいで、また痒ってしょうがねえかな、思うこともある。まあ、仮説じゃけどな、うん、思わん、なんか、まあそういう心配、肌荒れの心配がないんなら、まあ、使って全然、うん、全然いいよ。だから、カビの、自分の体のカビがな、カビが、白癬菌がな、あの、心配がないんだったら、結構、評判ええらしい、うん、なんか、良かったですよ。良かった、うん、ええらしいんじゃ、あれな、あの、証券会社のな、うん、あの人がな、にもあげたらしいんじゃって、うん、そしたら、ビジネスホテルとかには置いてないような高級ホテルに置いてそうな、ボディーソープですねって言われるんだけど、そうそう、うん、でもね、あれね、どっかで見たことあるんですよ、旅館で、うん、旅館でホテルかなんか泊まったとこ、あ、同じもん見た、見たことあるさ、あの容器をラブホとかでもあるんだよかな、ビジネスホテル、知らないけど、うん、見たことある、同じもんがあった、同じだと思う、結構いいとこだった、そうでもね、まあ旅館なんでね、普通のとこ、まあ旅館、あ、まあまあ高めか、温泉宿にしてはまあまあなところかな、あ、まあその、ねえ、とかでもありがとうございました、いいいい、あの肌に合えば全然全然良かったです、できれば使って、うん、ありがとうございます、まあそれでな、いつもかカビキ、風呂をカビキラ使うの嫌がる、嫌がるけど、あれちょっと親父もわしもな、ちょっとそこら辺のな、白癬菌の問題でな、だいぶ苦労しとんじゃん、だから、ちょっとお金に内緒でな、あの、カビキラー買うてきてええって言うから、親父に言うと、あれでちょっと退治せにゃな、カビをな、風呂場のな、ちょっと不潔すぎ感がないが、わしらやっぱ、あの、火事に来らん人やから、わし家族全員な、お袋だけが繊維見てから避難してやったら、まあ女性別紙になるからな、こんなことは言っちゃいけんのんだけど、あのうちのお袋よりも親父の方が結構家事をしょることがあるんじゃ、だからそこら辺は親父のことをな、あの尊敬せねえいけんな思うんだけどな、あの年でな、80過ぎとってな、
女の人が、女の人が今までしようたな、家事をな、だいぶ手伝いよるからな、洗濯とか、まあ、洗濯は最近またおかわり変わったんだけど、こっちができた、こっちの干しとかできたから、ほいじゃけど、まあいろいろな、あの親父がやる、もうどういうのかな、下克上があったことがある下克上以降、親父はかなりおかんにへつらっとったことがあった。へつらっとっていうか、まあ男女平等で言えば、あの女性の仕事を男性の仕事を言っても区別する方がおかしいかもしれんけど、まあ古い人間から言わせれば、まあ男性が今までせんかった仕事を結構親父に頑張りよったんだけど、まああんまり丁寧にできん人だからわしらやなまあだから噛み切りやで、ね、うん、でもまあまだ開けとけ、ちょっと我慢するよ、もう退治せんとちょっとわしらちょっと あ全然関係ないんだけど、はい、EXILEの番組があるよ、ラジオ番組で、まあ、ラジオうちの部屋テレビないから、うん、ラジオしか、まあ、いわゆる放送娯楽いうのはねえんじゃ、で、まあ、YouTube とかあるんだけど、まあ、いわゆる、まあ、公共放送の娯楽みたいなラジオぐらいしかないんだけど、まあ、EXILE どうなんかな、まあ、EXILE の回でもな、ゲストが良かったりとかテーマが良かったらええ音楽かかるから、あのEXILE のシングル版いうかな、シングル版ってどっちかいや、もう高齢者にもあの受け入れられるようなメロディーにしてしまうが、どんだけかっこいいグループでもな、グループや歌詞でもな、あのシングル版って高齢ご高齢の方が、まあ、日本から昔からあるっても実は昭和以降なんですけど、日本古来の音楽の実は不協和音がたくさん入ってるからね、いつかも見て、もっと複雑なメロディーの君が代にあのコード進行つけよう思ったらかなり難しい、かっこいいコード進行つけよう思ったらな、ジャズっぽいな、そういう人もおるんじゃろうけど、まあ君が代ってかなり不協和音とメロディーかな、和音進行だな、まあ昭和行ってどういうんじゃろうな、小学校紹介以降の流れを組んだ日本のメロディーとみんなが思うとおりね、うん、昔の日本のメロディーってかなり半音進行で複雑なわ、まあ全国各地同じ子守歌なんか知らんけど、わしら子供頃聴きよった、ねえねえんころりよおころりよおーや、そんなメロディーでな、そんなメロディーがかなり半音進行なのよな、半音進行か完璧なマイナー調とかメジャー調とかじゃない、それが日本のメロディーって複雑なんよ、複雑でやったんよ、あの古来のメロディーってな、だけどある時から簡単になったのが日本古来のメロディーじゃと思うとる、日本人らしさと思っとるのよ、まあ、今のご高齢でももうそのわけがあの江戸時代やな、平安時代とかな、そこら辺から言わせりゃな、若い世代、新世代やもう、あのネクストジェネレーションだから、まあ、じゃけん、どんだけセンスのある音楽やれても、その小学校昇華以降の影響を受け取るあのご高齢にとって受け入れられるある程度な、わしら以上な、50歳以上な、そんなこと言ってこのパパと お父さんわしな、54歳の親父な、あの自分が若い気でおるんか言ったら、それはもうある程度自覚はあるから、まあパパ活若いことあるけど、若い女のことあるけどパパ活に思われるかなーいうのあるんだけどなまあ若い女のことあるってことはないけどな、今最近はな大抵同世代だけどな、まあ、若い女の子と歩きよったら、あー、このおじさん、パパか、絶対パパかっちゅうよな、この子二人言うてな思われそうよな、まあ、髪の色からしてな、髪の色が全く、ま、
あのグレーじゃがわしな、グレーゾーンじゃが、グレーゾーンや、まあ悪いのよ、まあシルバーやから、綺麗に真っ白になったの、いやこれな、まあまあいいわ、えでも流行ってるんですよ、いやそれはそれちょっと前よ、最近はそうです、あそうでもない、うん最近はもう2、3年前は流行って、アッシュってね。あ、そうなんです、うん、今でもアッシュしてる若い子いますからね。あ、ほんま。でもわしの場合はもう完璧に中年のな、白髪頭だが。うん。だからまあ、若い女の子と一緒におったら、この二人絶対パパ活よね、って。もう、チッって言われるでな。まあ、それはいいとして、まあ、50代でも髪のクレームもおるんじゃろうけど、でまあ、世代で言うたら、水戸岡さんぐらいの世代で言ったら、うん、ミレニアムか X だよね。X? あ、X ってあの X? ジェネレーション X。あジェネレーション X 世代。わしら世代はアクエリエスの世代なんじゃ。水亀座の世代なんじゃ。1969年前後言ったらな。アクエリアスエイジーじゃん、まあいわゆるマジンガー Z 世代じゃん、Z 世代ともマジンガー Z を見ようた世代じゃん、今の若い子の Z 世代でもわしの YouTube 意外と Z 世代が見てるあのリサーチしたらな、あの見てくれよの意外と Z 世代とかあのミレニアム世代が見ようんじゃな思ってな、なんでじゃろうとか思うんだけど、まあたまたまなんじゃろうな、たまたまそうだったかもしれんし、わしが幼いセンスを持ってるかもしれんしな、まあ年寄りの反感を買わんために言うならね、幼いセンスが幼いんだよでまあ幼い言っちゃ悪いんだけど、若い子がええもん分かってねかどうか言うのも分からんし、あの年寄りがあのちゃんとしたもん分かってるか分かってないかいうのもあるし、まあ、ある程度どういうかな、年齢を重ねてくるとやっぱり美味しいもんとかな、そういう美味しいもんとか、まあ、ちゃんとした洋服とかね、縫製とかな、まあ、家具でアンティークがこれいつ頃とかな、そういうのは分かってくるんだとは思うんだけど、わしそこら辺結構言ってるから Z 世代に受けるんじゃないかと思ってます、まあ、Z 世代の中でもあの A 悪いはあると思うよ、 A も悪いもんかな、これ A もんじゃな、悪いもんじゃなとかいうのはな、フィットするなとかな、そこら辺アンテナはな、あの若いアンテナもあるし、だから年季を積んだ人のアンテナもあるんです、アンテナとまあその経験もあるんだけど、まあ若い人のアンテナもまあ穴がちばかりできんから、まあありがたいとは思うけど、そういうアンテナの鋭い人にな、人らにな聞いてもらえ、まあパキスタン、バングラ、インド、ジャマイカ、あとジャマイカ、ジャマイカ大好き、ジャマイカ設定したら結構見てくれる、ジャマイカの人ありがたい、そうなんだ、あのああいうな東南アジアの人はな、決まった時間にしかもう見とする人らしいんだって、時間に過ぎやな、あこら辺の人な、仕事でもちゃんと遅れんでくるらしいんだって、だけどジャマイカの人はもうずっともうデイタイムに行ってくる、デイタイムに行ったらどういうんだろう、まあ日本時間というところのもう深夜0時からいうのが一番よう 見られてるんだけど、まあ、インド、パキスタン、バングラーあたりから、だけど、まあ、ジャマイカはずっとあのどういうかな、フラットにコンスタントに見てグローブ見てる時間帯がな、そこら辺もエゴサーチじゃねえんだけど、まあリサーチ、自分のマーケットリサーチ、いやマーケット、お金にはなってないんだけどな、すればな、まあ、Z 世代のジャマイカの人は、ジャマイカかっこいいよ、ジャマイカで意外と好きで、バズるんじゃん、思って、バズったのじゃね、あの、超受けなんだけど、それほどバズってはないんだけど。まあ、日本に、その次は日本ぐらいかな、まあ、日本山形とかキューバー浜とかな、まあ、あるんだよ、まあ、ええんだけど、浜木の話はいいとして、で、
ザイルのラジオ番組に来よったら、はい、面白かったよ。あの結構選曲も良かった日やから、あの曲のかかるセンスが、あのあやっぱエグザイルの人らってダンスがすげえだけあって、あの普段はこういう音楽聴くんじゃなぁ思って、シングルカットされたのはご高齢にもある程度認められるようなメロディー店には日本では許されるのかな、業界の関係でっていうのはあったんだけど、まあそこら辺な、今までもうエグザイルをなんかミアじゃんとか思うよね、だけどそうでもね、そう意外と会えば違いそう。あ、そうだ、わしもチャラ男だしチャラ男言うちゃわりチャラいチャラみたいなドラゴンボールで、ね、あ、今ルフィの時代だけど、ルフィかなんかご高齢のあの家庭に電話かけてな、あ、そうだそうだ、おっしょ、ほらルフィ契約しろ、だからあの ATM 走らすようなルフィから、いやそんなことはねえよまあそんなことはねえんだけど、まあそっちのルフィじゃなくて、あの仲間になれるようなまあわからん、ルフィのことはよう分かってるけど、まあ見てないから部屋でテレビじゃないからだからまあ EXILE の状態、そしたらまあ子供参考のらしいな、まあやっぱりな、メンターかゲストに子供がおって、まあ、幼児言葉いうのがあれば、幼児言葉いうのはまあ親御さんにとってその言葉は意味不明だけど、何をこの子は指してこの言葉を連呼損かいうのが探るのが結構楽しいらしいんだって、あるが楽しいが、まあ、自分の名前が良いようにトモキいうのが言えずトモチ言ったりな、カホちゃん、カホちゃん言うたら、ね、カボチ、カボチって自分のことを言ったりとかな、あのちゃんと言えんが、あの正式名が、そういうのはあるが、あの子供の頃って、でもそれって親にとって楽しい気なんで、探るのがな、意味不明だけどね、一体何なんだろうっていうのは、でな、あの息子がな、チコペイン、あの連呼するんだって、このチコペイって。分からんなぁ、とか思いよったんだって、全然分からんかったんだって、そしたらある時な、クラーク・ケントな、スーパーマン、あの新聞会社に勤めて、あのクリプトナイフかざしたら、あのヒーローとかあるやつな、あれが、あれを見ながらシッコッペインってから言うんだって、スーパーマンのことシッコッペイン、スーパーマンが変身することシッコッペインか分からんなんだけど、まあそれがシッコッペイなんだよ、その子にとってな、それであのへえとか思って、それでヒーロー見せや全部シッコッペイ言うか思ったら、スパイダーマン見せてもバットマン見せてもシッコッペイとは言わんのでって、あ違うんじゃ思ってな、クラーク・ケントだけがシッコッペイなんだな思ってな、だいぶ突き止めたらしい。それだけど、ある時、お父さん、エグザイルのお父さんが、エグザイルとゲストかわからんのに、まあ、友達のな、お父さんが、B の蓋を開けようとして、おー言ってから、あかんのじゃと、金叩いてたんだよな。その時に、息子が、父ちゃん、シッコッペイ頑張れみたいな、父ちゃん、スーパーマンになって、開けろって言ってから、子供が、わし子供育てるの絶対な失格だと思うんじゃ、あのどういうんだろう、あのレゴブロックとか散らかっとったら片付けると子供が寝ぼけて遊んでからギャー言うお父さんだと思うんじゃ子育て失格親父だと思うんだけど、そうだよね、まあそういう話を言おうたよ、レゴの扱いは気をつけないといけない、最近木製のレゴがあるらしい、レゴプロ木製の、わあ分からん、木製のレゴブロックがあるようだから、それともわし夢で勝手に自分の理想ようだから、プラスチックってあんまり口に含んでいけんが、塩化ビニールでな、じゃけん
あのそんなに有害じゃないレゴもあるんかな思って、子供ってなんか聞いてたからもね。あ、ほんま。あ、ほんま。頭良くなる。木が怖いやっぱり。チークじゃない、教育でしょ。チークか、チーク。ごめんごめん、耳があるから。うん、あの音楽かけてる。チークね。あ、知能、知能。知能の人間。結構ね。デグザイルの連休もな、ヒップホップも聞いたりとかな。そういうクラブミュージック聞くんだ。入れても絶対かけるから、はい、そしたら意外となんかディスコやハウスばっかかるんですよ。でな、まあそういうディスコに行ったことあるんかいう話したことがあるが、はいはい、でそういうディスコに行ったことあるんかいう話をしたことがある。うんうん、まあ、わしがなロンドンにおった頃は大きめのディスコ行ったことあるよ。あとは日本におったらちっちゃいレゲエのディスコとかな、ディスコとかクラブな、うん、クラブとかしかねえんだけど。え、どんな音楽が流れとるの？日本、いや、わしが行きよったのはレゲエだったね。ジュリアナとかマハラジャとかでやるようなああいう音楽は聴いてなかったね。そうだけど、あのレゲエのレゲエがよく歌える。それでもわしダンスで歌えやから。カルワミルクとかアルコール飲みたいな。当時はな、特にな、カルワミルクで。アルコール苦手なんだけど、言ったらな、ほんならカルワミルク飲むって。あれでも結構酔うよね。酔ういうか、甘いからグーグー行くわ。グーグーじゃねえけど、甘ったるいけどな、あれな。それで、2杯ぐらい飲んだら、ちょっとダメだった。で、まあ、壁の花だった。ロンドンでどういうディスコ行ったの？有名ディスコいや、ワグクラブ。ワグ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 いるのかな。今な、ウィキペディアでワグクラブ、WAG だ。ワグはね、あの当時、曜日によって違ったから。毎日曜日によって違う。いや、日本でもな、あれで、いわゆる、まあ、ちゃんとしたクラブでも、地方のクラブだったら、クラブや、ディスコだったら、曜日によってかけるかとか、だけど職業 DJ、職業 DJ じゃ悪いんだけど、まあ、いわゆる、どういうかな、俺はヒップホップしかやんねえとか、俺はハウスしかやんねえ専門だとかいう、DJ もおるんだけど、まあその曜日のお客さんに合わせて、かけるレコードか買えるんだよね。そういうプロフェッショナルなのだと思う。まあ、本人は一体何が好きなんかな、普段はな、いうのはわからんねんだけど、まあ、いわゆるお客さんに合わせることも、まあ、職業としてな。まあ、嫌なことか好きなことかはわからんのだけど、やらねえっていうか、そういう人はな、まあ、でまあ、いつか YouTube の中継見ようか、地方に比べてな、ユーロビートのお客さんが多かったから、今日はユーロビートの人に立てますような要品があった。そしてその中に、地元のヒップホップのアーティストが来て、私の曲かけるかいって言ったら、結構酔っ払っとった、丸酔いしとったよな。それでもう、周りのお客さん怖がれやったんじゃ。で、まあ、その人が悪いわけじゃなくて、たまたま来た曜日が悪かったんだろうけど、自分の曲かけてくれんから、地元のな。で、なんでかけんねんって、かなり荒れとったわけ。そして、まあ、ディスコ行ったバウンサインの黒服な。バウン、用心棒な、あれ。外国であったらバウンサーの、スーツの左胸がポコッと開いとる、上がっとるよね。
わかる、いつでもバッと調子出せるようにな、ちょっとまあ、バウンサイな、まあ、腕っぷちの強いのがいい。バウンサイとクロムキさんはな、でもクロムキさんに逆らうとったら、まあ、お客さんでも従業員でもね、DJ でもな、バウンサーに反旗を振り返したら、ひでえのもあるのであれな、クロムキさんね、そうそうそう、それだけど、保険のお客さんが怖がってるから、大丈夫です、ちょっと待ってくださいって DJ が言うのに、もうすぐカウンター行きますから、カウンターにバウンサーがおるんだよ。怖いなぁ、思ったよ。これまずいよ、思ったんだけど、まあ、その地元のヒップホップアーティストを納得させるためにその人のことに引っ掛けたりとか、やっぱり、そのヒップホップアーティストも来た曜日が悪かったんだよね。お客さんが、層が違ってたから、まあ、何でも聞くよっていうところでも、まあ、そこであったら特に困るからな。困るというか、ある程度ジャンル分けしとるんだろうよっていうのかな。ちぼってディスコやハウスの日に行ったことあるよ。間違っていうか、まあ、意外とまあ、それなりに楽しいんだけど、どっちかや LGBT の人が多いんだよ、LGBT っていうのは。まあ、そうじゃない人も多いし、まあ、みんな仲良いせんだけど、でな、結構もうみんな決めないの。決まったんよ、バッチリな。おしゃれな人が LGBT の人がいるからな。でな、普通、違う、バッチリ決まってんの、そんなの。おしゃれなんだよな。で、だしな、今思い出すとちょっと苦笑してしまうんだけど、まあ、それ上手にできる人はすげえよな、思って、わしがやったら絶対笑われるよな、いうダンスがあって、ダンスにか、まあ、ディスコでやる、まあ、あれがあるんだ。まあ、いろいろあるよ、ブロック、ロックダンスとか、まあ、いわゆる、まあ、ジュリアナじゃ戦争法とか、まあ、いろいろあるんだけど、ダンスにもね、ヒップホップとかね、まあ、ロボットダンスとかな、まあ、レゲエスカのダンスとかな、いろいろダンスにもジャンルがあるが、うん、じゃけど、ボーギングってわかる？ボーギング。弓で弾くことじゃねえで、棒を弾くことじゃねえで。違うの、ボーグいう雑誌があるファッション雑誌。はい。あの、VO な、うんうん。まあ、いわゆるファッション雑誌のモデルさんみたいなポーズを取りまくるいうな。だけどね、まあ、いわゆるファッション雑誌のポーズや、まあ、そういうのがな、あの曲のセンテンスに分かれてパッと遊びがあるのよ、それを見せ合う、ボーギングをな、それでまあカップル成立というのがあるんかなとか思うんだけど、わしもよく分からんのじゃ、まあ、あるらしい、ボーギングな。ロックダンスいうのはな、中居君がしょったようなこう、こうやって回すやつ、手をね、あ、なんか中居君言ったらわかる、中居君がしょったいうあれなんだけど、うん、あれ70年代から黒人ディスコであるんだ、ロックダンス、手をこう、両脇で回すやつな、パッと、最近の子は外に回すんだ、昔は内側回すんだけどな、外にこう回すんだ、まあ、内側にパパッと回すのがあるから上手にやるのかな、あれ、まあ、ロボットダンスとかもあるし、ね、あれももう70年代か80年代初頭にはあったよね、あのラップが出る前からね、ダンスもようご存知なんですね、いや見よっただけじゃけど、ね、まあ見てただけっていう、憧れのダンサーたち、まあ、今にまったりしてるだけかなとか、わからんけど、まあ、わし自身ダンスは苦手ない、そうなんですか、苦手全然あんまりしないんですか、したことないんですか、いや、するん、真似っこはするんだけど、上手にはできんのよな、だいぶ頭がおかしいいうか、ちょっとメンタルやられた時に踊りてーとか思ってやるんだけど、あんまり様になってるよ、もう旗から見てな、フロアで、フロアいうか精神病院の入院病棟のフロアで踊るのかな、
なんじゃそれ言うこのおっさんちょっとだいぶメンタルをやられとるな男性と思うんだけどそんなことは大爆笑言う、まあそれでウケるも待てような楽しそうな人言うてな分からへんよなそうかな思ってだいぶ品種買うかもねこのおじさんこれでパパ活できると思うとでまたパパ活の話になってるけどな最後はねパパ活するほどお金ないよなパパ活に費やすお金がほとんどないよなあんなあの高額なお金はちょっと用意できないよっていうなもうちょっと稼ぎが良くないとな稼ぎ悪いからな稼ぎよな全く稼ぎがないんだよありがとうございます無職じゃないですか